村です今日やることはネットデュエットっていうやつをシンクールームっていうのに交換する交換するっていうかなんか次のステップに行くみたいなことが実際どうやってやってくんやろうっていうのをやってく様を今から僕がトライしていく様をそのまんまお見せしたいと思います。ヤマハさんがこれまでに ネットデュエットトデという各自が自宅でオンラインで、まあ、インターネット上で繋がってセッションをするとでタイムラグは比較的少なくて同時に音を出すことができるっていうシステムがネットデュエットっていうのがあったんですけどそれが以前からえ6月あたりで次のシステムに変更しますよっていうのが告知されていていよいよそれが 発表されたみたみいなんですね今2020年の今日は7月ですけども3日ぐららいい前に更新されたらしいんですよなのでネットジュエットっていうソフトはアンインストールしないといけないの消したいできれば消したいですよね消したいっていうのとシンクルームっていうのをダウンロードして使えるようになるのかそこまでちょっとここからはパソコンの画面をお見せしながらやっていってみたいと思います。 ということでネットデュエットのページへ行ってみますとここに告知がされていましてネットデュエットは新サービスのシンクルームとしてリニューアルいたしましたということで詳しくはこちらをご覧くださいということでクリックしてみるとこのこの絵柄は前からあったっちゃあったよね, <laughs> ねでまあ今からダウンロードっていうこれダウンロードするんですけれどもちょっとクリックしてみよう 何がまあまあ一応ソフトウェアなんたらかんたらとかえポリシーは一応読んだと読みましたよでしょうということとはいはいはいまあこれは各自読んでくださいね戻ります戻ります ご利用になられるネッットワーークの回線チェッカーこ,れこれ何もしない人でも何かこれ使ってみても面白いんちゃうの計測しています。お,おな何か面白いよこれ何 <laughs> か面白いよセッションできる可能性が高いです。ま、こ,れこれなんだ <laughs> これなんだ <laughs> これなんだ, <laughs> れなんだ <laughs> 夜の六え夜の十八時18時になると。 っていう意味ななのかな違うかなよくわかんない。よくわかんないけどなんかなんかいい感じですよと僕は、まあ、単に LAN ケーブルで、えー、ちゃんと光ファイバーがつながってるからこういう状況だってことでしょうね多分ね。はい、で同意してダウンロードの MacOS っていうのをクリックするかどうするか。えー、あ MacOS10.1410.15 あーあ <laughs> モバイル版ってのがあるのかモバイル版まだベータ版ってことですね 一応モバイル版があるのかうん、<laughs> 終わり今回の動画はこれにて終了です皆さんごめんなさいね次のステップに行かないといけないちなみに私の Mac は私の Mac はってみると10.10 10ですねはい、残念残念 ほんやほやこれクリックするとダウンロードできるのかな一かちかでクリックしてみようダウンロードはしているねダウンロードはし始めていますこれ,これねあもうダウンロードしちゃったな、まあ、一応一応全部読みましたよ ダウンロードはしししてててままますすすね。してますね。してますね。ダウンロード完成しちゃったねどうなるんだろうあまたあれかヤマハさんのヤマハさんの中にあこいつだヤマハさんの中にシンクルームってのができてちょっと一か八かであげますトン 開いた。起動しました。えー、と、Yamaha インメンバーズコンテンツサービスにログインいただく必要があります。と。同意。 あれ違った違った <laughs> 普通普通こういう時のさこう何ていうかさあのクリックするとこって右側じゃない右側じゃない左側かよ同意して終了じゃなくてログインに進むログインに進むえー、ログインえー、なんかこれ俺ログインしたことが あるのかなこれか何かツイッターかグーグルかこれツイッター使ってみる一応。 メールが送ってくるかなはいヤマハさんから登録 URL っていうのが送ってきましたのでクリックしましたで登録しましたアカウント制作が完了しましたということですねはい、えー、シンクルームに戻ります OK シンクルームを開きますか開きます これでさっきのところに戻ったね。このまま。えー、っと。出力は、とりあえず内蔵出力でいいとしといて、次。えー、っと。これは自分が入れてる入力の機材の名前をここで、入力デバイスっていうのを入れてくださいってことですよね。チェックしてみるチェックワン、ツー、チェック <laughs> え <laughs> これお試しテストじゃないのか <laughs> 単に音がいってるかどうかだけですね多分ねはいじゃあ次へ、えー、モニタリングをするかどうかを選択します、えー、モニタリングするにしといてで自分のスピーカーからも音が出るかもしれないようにしといてとりあえず今のところ僕はステレオではないので うん、ステレオじゃなくしといてああなるほどこれひらがなでいけるかな市村村正輝でいったろアイコン画像ギターの絵はどれですかヤマハさんこれかなギターの絵これギターの絵かなはいはい次へお疲れ様でした シンクルームお楽しみください。ということで終了これでスタートこれでなんかえできてるよ俺の Mac で <laughs> 俺の Mac でできてるよブラウザーはブラウザーでちょっと開きっぱなしになってるんだけども一応ここが揺れてるから僕が喋ってる音は入ってるってことですよねねえ え見た目は前のネットディエットとあんまり変わらないですね。変わらないですね。<laughs> ちょっと部屋作ってみようかな、俺。部屋作ってみようかな。どこにできるんだろうな。えー、っと、非公開。とりあえず非公開にして、えー、ど,どうでもいいパスワードを一回入れといて、ルームを作ってみよう。ドン。できるね。 なんか前よりいいぞ使いやすいぞぞ使やす見た目はほぼ一緒でなんとなく僕のイメージとして以前のネットデイエトよりもここここここがここがよくなってるこれ実は僕の中でこれ設定今までねこの設定のここをね何度も何度もいろいろね操作しなきゃいけなかったんですよ。それが 入力テストしてみようか入力テストチェックワンツーワンツーチェック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 あこんだけか再生テストチェックワンツーチェックチェックチェック違うわドラムの音が鳴ってるわドラムの音が鳴ってます俺のチェックっていう声関係なかったまあいいやこれ OK ですねとりあえず OK ですね はい、で、これで僕は、あ今、声ダブルで聞こえてるね。スピーカーの、あんまり大きいとハウリングを起こすから、音量ちっちゃくして。で、僕は一体今、どこに部屋を作っているんでしょうか。じゃあ、えー、っとこ、こ、これじゃねえな。違うな。どこだこれの、ここに、 ネットディエットルームシンクルームじゃないのかなシンクルームじゃないのやってないね、俺の放送。ど、どこだろうシンクルームどこですか、まあ、とりあえずここに行きますよね。ここに行って、 どこどこどこに俺は部屋作ったの今 <laughs> これトップだよなこれトップだよな一緒だよなトップだよなええトピックス違うよなこれか 公式プレイイヤーズサイトへこれだこの部屋だここをブックマークしとかないといけないってことだってことだ探しにきいぞ <laughs> どこだ俺の部屋はないかいえ俺の部屋ない 非公開ルーム公開ルーム非公開ルーム24えちょっと市村で検索してみよう <laughs> ないぞ、ま、検索できないぞ検索できないぞ わかんないぞとりあえずこの接続テストルームってとこ入ってみようかどうなるかドンドンあなんか部屋変わっちゃったなシンクルームのテストルームへようこそこのルームではそちらから入力された音声が3秒後に戻ってきますので正しく通信できているかを確認することができます で、ででで俺俺が、が、ええるるここここうういうことととすすすねねね今はお音のチェックっってて、ね、じゃあ一応サウンド的な僕のやるべきことっていうのは。 ちょっとエコーがかかってる一回退出しますけどもかか退出,も退出大丈夫っぽいねでもえちょっと人が、えー、誰か入ってきちゃうと困っちゃうもんなもう一回もう一回俺部屋作ってみよう市村正樹ルームっていうのを作ってパスワード入れときゃいいのかパスワードを トン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 ンと入れといて公開にして公開にしてルームを作ればいいのかなドン。これでここかなここのどこだいルーム一覧ここだ。あったありました。これですね。でここに 左上に鍵があるからこの部屋は、えー、パスワードを持ってる人しか入れないってことですね。こう自分でルームに入るるとどうなるんやこれあさっきのパスワードを入れてみるとあーもう今そっか俺がねシンクルームのアプリというかソフトが1個しかないから自分で自分の部屋に入ることは無理って っていうことっぽいですね。ですね。これに入った瞬間に俺が退出することになるよね。これ。え、まさかのポン。まさかの。お、俺一人になっちゃった <laughs>。部屋がなくなっちゃった。そういうことか。オッケー、わかりました。うんうん。とりあえず行けますね。え、一回このシンクルームという。う ソフトは1回終わらせますでまあまあこの部屋も大丈夫ですねこの部屋から僕はいなくなりましたねあ何も別に更新しなくても勝手にいなくなりましたね今適当に更新してるのかなってことなのかなね使えるじゃないですか俺の Mac で別に OS の古い新しい関係ないっぽいぞ <laughs> あとやるべきことは、この動画を見てくださっている市村正樹の YouTube チャンネルを登録してくださっている方でシンクルームをダウンロードして僕と一緒になんか音出ししてみたい人を募集して生放送してみるかなっていうのがあとできることですよね。ねとなるとですよあと一個僕がやっておきたいことは。 シンクルームは OK なんですがネットデュエットを消してしまいたいなくしてしまいたいとするならばということはもともとダウンロードした時のえー、っとネットデュエットを立ち上げましてこれですねネットデュエットのアンインストーラーこれをやれば 終わってくれるのかなえこれアンインストーラーだよねえー、とネットディエットを削除しますアンインストールボタンを押してくださいうん あ終了しちゃったよ。ま、今度はこっちかよ。今度は <laughs>、今度は右かよ。今度は右でした。<laughs> こっちです。はい。えー、パスワード入れます。はい。ネットディエットをアンインストールしました。終わらしちゃいましたよ。ということで、えー、これですね。アプリケーションの中のヤマハというところを見ると、さっきまで2つあった、 ネットデジェットの方が消えてなくなくりましたこれでシンクルームだけが残りましたのでこのシンクルームさんを僕の中ではどっかにアイコンみたいなアイコンみたいなものを用意してこの辺に置いとけとこの辺に置いとけと。ということで僕のマッキントッシュの OS が古いんだけど基準を満たしてない古い OS なんだけどとりあえず入れてみたらダウンロードもできましたし起動もできました。 動くみたいですもちろんもうちょっと新しい os を使っていらっしゃる方は僕よりもスムーズにいくと思うんで、まあまあこれまでも僕のオンラインレッスンで2人ぐらいの方がネットディエットを使いたいっていう申し込みの方があってその2人と一応レッスンはできてるんですねネットディエットよりもひょっとしたらシンクルームの方がもうちょっとだけ設定がしやすくなってるかもしれない 全体的にはあんまり変わってる感じもそんなにはしないんだけど最初の設定の面倒くささがちょっとなくなっている感じがしましたのでまあそのお二方もそして他の方でも誰かとセッションしてみたいっていう人もしくは僕がなんかこうイベント的にやってみるっていう時にやれるかもしれないっていう日が来るかもしれないのでえー興味のある方はダウンロードをしてみてはいかがでしょうか。 でヤマハさんのネットデュエットというやつがシンクルームというやつに変わりましたということでございます。じゃあまた何かといろいろあれして何しましょうじゃあね。